もうスピードが段違いですので、すぐ終わっちゃうのでよく見てください。はい、じゃあお願いします。はい、あ、もうかなり、あ、全然違いますね。そうですね。もうさっきからすごいサクサク切っていただいてるので、丸太の調整もしなきゃいけないところですが。はい。それでは、ただいまからのお時間、こちら、マキタブースにて、実演を交えながら様々な製品をご紹介させていただきます。そしてここからのご紹介は牧田石黒さんにお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずはこちら充電式チェーンソーのコーナーということですね、はい、そうですね。チェーンソーと言いますと皆さんエンジンのチェーンソーですね、こうやって、かけて、動かすタイプの方がイメージ、そうですよね、してると思うんですけど、はい、でも充電式なんですよね。そうなんです。バッテリーがですね、このようにこのバッテリーがついてる、つくだけという非常にシンプルな構造で、コンパクトはちっちゃいんですけど、これはですね、非常にハイパワーなんですね、はい。まずはですね、チェーンスピードが速いよっていうところを見ていただこうと思います。枝に見立てた木がありますので、こちらを切断します、はい、お願いします。じゃあこの枝の部分を切断していただきます。はい、お願いします。あ、もう片手でサクサク切れてるんですね。はい、簡単なので、とても簡単そう、軽そうですよね。はい、でこれですね、パワーもあるんです、今ですね、緑のマークがついてますけど、はい、1回切ります。そして長押しでオンですね。今黄色に色が変わりました、はい、こちらは太枝モードと言います。文字通り太枝を切るときにですね、止まらなくなるようにリミッターが解除されるような機能なんですけど、こちらを使ってもう太枝ではなくて丸太に挑戦します。はい、はい、では挑戦をしていただきましょう。お願いします。じゃあまだ1つ目の製品をご紹介させていただいておりますが、今頑張って丸太にチャレンジをしていただいております。じゃあ太枝モードでお願いします。大丈夫ですね。スムーズに切ることができましたね。非常にですね、この機械に対してはパワーギリギリぐらいな丸太ですので、なるほど、今頑張って切りましたけど、はいはい、こんなのでも切ることができるというのをご覧いただきました、はい。まずは1つ目ということで、はい、続いて2つ目はそうですね、こちらを MUC002G ですね、はい、で見ていただきます。私は先ほどの熱を持ちますね。はい、1個目に今見ていただいた切ったのと、そんなに大きさ変わらないかと思うんですが、はい、バッテリーが違います。はい、バッテリーが新型の 40V マックスが搭載されている、ね、はい、はい、こちら非常に優れたバッテリーでして、大きさほとんど変わらないんですけど、非常にハイパワー、うんうん、高性能なのでハイパワーを出すことができます。はい、ではこちらも丸太にチャレンジしていただけますか。はい、同じ作業をもう太枝モードとかありませんので、これは同じ作業やってもらいます。お願いします。はい、しっかりこちらもスムーズに切ることができましたね。そうですね、はいはい、篠原さん使ってみていかがですか。あ、なるほど、スーッと入っていて違和感がないということですね。はい、コンパクトなのに結構力はあるタイプなんですね。そうですね、はい、この 40V MAX のバッテリーパワーもさることながらウェットガードの防水性を有しておりますので、急に作業中ですね、急に雨降ってきたりなんかすることもあるかと思うんですけど、そんな時でも安心ですし、移動の時もですね、トラックに乗せていて、まあ、カバーしてるかと思いますが、うん、その時も水かかっちゃうと充電式だと大丈夫かなって思っちゃったりしますよね。今は特に天候が変わりやすい時期でもありますしね。はい、そんな時でも安心して、使用することができます。はい、こちら2つ目ご紹介させていただきましたが、はい、40W MAX もう一つございまして、はい、よりハイパワーなこちらですね、はい、バッテリーも大きい、ね、5アンペアバッテリー、こちらを搭載した MUC019G ですね、はい、こちらをご紹介します。とてもちょっと形が違いますよね。そうですね、これはリアハンドルチェーンソー、先ほどのはトップハンドルチェーンソーといいまして、小回りが効くタイプ、安定して切断できるタイプと2種類ございます。ではこちらの5アンペアの方ですかね、はいはい、こちらでも切っていただきましょう。同じ作業なんですが、もうスピードが段違いですので、すぐ終わっちゃうのでよく見てください。はい、ではお願いします、
全然違いますね。そうですね、もうさっきからすごいサクサク切っていただいてるので丸太の調整もしなきゃいけないところですが、はい、それだけ早くしっかりと切ることができますね。めちゃくちゃ早かったですね、はい、ありがとうございました、うん、でもかなり体も楽そうですね。あんまり疲れてない感じがあります、はい、全く疲れてない感じですか、うん、ありがとうございます。すごいですね、はい、充電式ですがもう十分なパワーがあるんですね。そうですね、エンジンですと同じようなパワーを出すためには結構大きな排気量が必要で、うん、排気ガスもたくさん出てしまいますし、あの振動騒音大きいので作業者への負担もどうしても大きくなってしまいます。そんな時もですね、例えばこの一番最後のチェーンソーの方ですと42ミリリットルクラスのパワーを出すことができます、うん、まあ、排気ガスも出ないなら人体にも安全というか安心して使えますよね。そうですね、はい、昨今叫ばれております脱炭素社会の実現に弊社もこういった形で貢献していきたいと考えております。はい、というわけでまずは充電式チェーンソーのコーナーをご紹介させていただきましたが、はい、続いてはどちらに行きましょうか。はい、続きましては本日初お披露目の新製品をご紹介したいと思います。